広崎城。広崎城は青森県広崎市にある日本の城である。別名、高岡城、高岡城。江戸時代に建造された天守や櫓などが現存四国の重要文化財に指定されている。また城石は国の史跡に指定されている。江戸時代には津軽市が居城し、広崎藩の藩長が置かれた。江戸時代には、 広崎藩津軽市4万7千国の居城として、津軽地方の政治経済の中心地となった。城は津軽平野に位置し、城郭は本丸、二の丸、三の丸、四の丸、北の角、西の角の六角から構成された、はしご角式平山城である。創建当初の規模は、東西612メートル、南北947メートル。 総面積三十八万五千二百平方メートルに及んだ。現在は、堀、石垣、土塁登場閣の全容がほぼ廃城時の原型をとどめ、八棟の建築と現存十二天守に数えられるうちの天守一棟が現存する。現存建築はいずれも国の重要文化財に指定されている、詳細は後日の文化財を参照。小説家の柴良太郎は、 気候文集、街道を行く北の真滅場で、広崎城を日本斜め城の一つと紹介している。最初の天守は、高岡藩二大藩主の津軽信平により1609年、慶長十四年頃に、本丸南西隅に建てられた五重の建物である。内部六階と推定される建築は、東北地方では、若松城天守に次ぐものであった。しかし年、 寛永四年九月の落雷で出火し、天守内部に収納されていた火薬に引火して、酔い目に吊るされていた釣り金が落下して火葬に収納してあった。火薬に引火したとも大爆発を起こして、丸五殿や、諸屋蔵と共に消失した。天守は再建されることなく、今でも天守台を支えていた石垣は、本丸南西隅にそびえている。なおこの天守火災は、当時、藩主。 信平らのおば、初代、津軽ためのの性質、阿保りの姉のたたりだと信じられていた。おばは、ためののために、横内上城,城主で、南部市一族の夫、包み男女左衛門物から離縁され、室の内に、病没しており、城はそれから三十年ほども経ってから、完成しているのだが時折、おばの怨霊が、城内に現れていたという。 本丸唯一の現存建築である天守は相当型33階の建物である。現在は独立式であるが、王子は北側に多門櫓を付属させた複合式であった。この多門櫓は明治29年1896年頃までに破却されている。天守の高さは114.4メートルあり、現存する三重天守の中で最も低い。 1627年、官営4年大爆発に消失した五重天守の代用として、また、ロシア戦の津軽海峡往来などの事態により、幕府の許しを得て、本丸南東隅の辰宮蔵の改修を名目として建てられた。1810年、文化7年着工。1811年、文化8年に竣工した。王子は幕府への配慮から天守とはみなさず、矢倉。 お三回らとして扱われていたが、事実上の天守としての役割を持ち、現在は書籍どの多くで天守として扱われている。昭和24年、1949年に、まさ城天守が消失したため、現在最も北に位置する現存天守でもある。外壁は、白漆喰塗り米めで、窓と狭間の上下に、投げし形を施し、また屋根瓦には寒冷地のため銅瓦を吹いている。 外側に面する東面と南面は一層目と二層目に大きな切り詰まで窓を設け、窓には狭間窓を用いるなど小さな建物をカビで大きく見せる視覚効果が施される。一方で内側である西面と北面には破風を全くつけずに、連合窓を単調に並べただけである。いわゆる二型正面である。内部も通常の天守建築では、 最高級の木材や技術が用いられるが、広崎城の場合は普通の櫓と同等の木材が用いられ、構造的にも簡素であり、床も全て、敷居を設けず畳を敷くことが想定されていないなど、当初から倉庫として利用されることを見込んだ構造となっている。平成の天守石垣の修理において明治、大正時代の壺の発見や天守台石垣の四隅から、 イカの形をした石垣が発掘された。イカの形をした石は、死が、イカスミイシと名付けた。二の丸の原尊ラは三層のタツミグラ、牛トラ櫓、ヒツジサルラの三棟である。門は、三の丸追手門、三の丸東門、二の丸南門、二の丸東門、北の角北門、吉光門の五棟がそれぞれ追記事の姿で原尊し、以上は、 国の重要文化財に指定されている。この他に、二の丸東門より基盤書が、移築復元されている。前述の通り現在は五棟の城門が残されているが、追記当初は十棟の城門があった。このうちのいくつかの門は、後期の短縮などのため、周辺の城郭より移築されている。具体例としては、北の角北門、通称気候門と三の丸北内門、 通称画伝門がそれにあたり、それぞれ対閤寺城及び大浦城から移築されている。ちなみに、広崎城の門を参考に、時代劇のロケ地に利用されるワープステーション江戸、茨城県筑波未来市に江戸城大手門が作られている。外郭の南西に位置する前林街は、長生寺が前として、出城の役割を担っており、堀、土類、マス型などが残る。 廃城後、津軽市が定石を仮受け整備し、一般公開した市民公園である。現在は、広崎市が所有、管理している。園内には1903年、明治36年以降、桜の植樹が行われ、現在では約2600本を数えるまでになった。広崎市は、東北地方北部に位置し桜の開花時期が、比較的遅く。 花見に適した時期がむねゴールデンウィークと重なることもあり、広崎桜祭りには日本全国から観光客が訪れる。なお、同園は日本桜名所百選、人と自然が織りなす日本の風景百選などにも選ばれている。詳細は、広崎公園を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。